どうもです今回はエイリアン・ファイアーチーム・エリートのディベロッパーの Q&A が公開されましたのでそちらについて紹介をいたします Q&A1 つ目に関して言うとストーリーの追加やマップについて聞いています9今後エイリアン・ファイアーチーム・エリートのストーリーベースのマップが追加されることはあるのでしょうか 回答としてもっとストーリー性のあるコンテンツが欲しいという声も聞いています今はまだ何もありませんが将来的に何があるか分かりませんと答えています2つ目に関しての質問に関して言うと敵のフェイスハガーの強化についてですフェイスハガーのメカニックを改良してチェストバスターを追加するのがありますでしょうかその問いに関して 現在ゲーム内でのフェイスアガーの動作には満足しています現在の機能はゲーム全体の流れに沿ったものとなっていると答えています3つ目に関してなんですがチャレンジカードの売買についてですプレイヤーが不要なチャレンジカードを売ったりより望ましいカードと交換できるようにしてほしいという要望がいくつかありました将来的には そのような機能を実装する予定はありますか回答については確かに不要なチャレンジカードがたまっているという声を聞きます今のところ具体的には決まっていませんが検討しているそうです4つ目の Q&A に関して言うとエレクトロキルズの達成条件質問に関して言うとエレクトロキルズの達成条件を変更する予定はありますか 回答に関してはシーズン2ではより簡単に取得できるようにいくつかの修正を行っているそうです5つ目の関てなんですが XBOX の修正など質問に関しては XBOX シリーズ X のちらつき問題は修正され14日のシーズン2パッチで実装されるのでしょうかまた14日のシーズン2のパッチではスプラッシュ画面に 写真・観光性の警告を追加するのでしょうか回答についてはシーズン2ではさらに小さな修正が行われ問題の発生を抑えることができますがさらに良い,いニュースがありますこちらの問題は非常にまれなケースなので完全にテストして成功させるにはもう少し時間がかかるそうです 6つ目の Q&A に関して言うとバグ修正、パッチ、フリーズ、クラッシュの修正などに関してだそうです質問に関してはこのゲームにはバグ修正、パッチ、フリーズやクラッシュの修正が行われる予定ですか回答に関してなんですが引き続きクラッシュレポートを調査し解決策を見つけて次第修正していきますフリーズやクラッシュに遭遇した場合は、 プロトコルに従ってバグを報告してください。より詳細な情報があると助かります。まあ、コメとしてですね、ディスコードでバグ報告をしてくださいとのことです。7つ目に関してなんですが、バグ報告システム。 質問に関しては、現在バグレポートは基本的にブラックボックスに入っており、提出者はその状況を見ることができません。実際にバグとしてフラグが立てられるのか、クローズされているのか、その理由は何なのか、すでに提出されているのか、意図した通りなのか、再現できないのか、優先順位はどれくらいなのかなどを知ることができれば、すべての人にとって、 有益だと思いますバグ報告システムを改善する予定はありますか回答についてバグ報告の仕込みを最適化するために取り組んでいますが現在のところ個々のバグ報告をフォローアップする予定はありませんブラックボックス化しているように感じることもあるかもしれませんがゲームの問題点とその原因を特定する上で 非常に大きなな助けとなっています8個目の Q&A に関してなんですが全プラットフォームのクロスプレイについて聞いています全てのプレイヤーが一緒にプレイできるクロスプレイ機能を期待していますこれはゲームの将来で見ることができるものですか回答としてそれに向けて取り組んでいます Xbox や Windows Store とのクロスプレイはシーズン2でリリースされる予定で これは大きな第一歩です。これ以上発表することはありませんがいつかは実現したいと考えています9個目の Q&A なんですが敵の HP やバスターがナーフされているかに聞いています質問に関してはポイントディフェンスのビデオではバスターには2つのヘルスセクションがありますねこれは2つっていうことですねバススターのヘルスは、 ナーフされたのでしょうか回答としてバスターの HP に変更はありません難易度に応じてヘルスが変化することは覚えておいてくださいマーケティングチームがプレイしているので彼らは、まあ、カジュアルをプレイしているんではないかっていうふうに回答してありますね10個目の Q&A に関してなんですがシーズン2での実績問いに関して言うと シーズン2や今後のシーズンではもっと多くの実績やトロフィーが得られるのでしょうか回答に関しては申し訳ありませんがシーズン2には実績はありませんもっとトロフィーを追いかけたいという声を聞いています11個目の Q&A に関してなんですがシーズン2でのバランス調整変更はあるのか問いに関しては ポイントディフェンスとは関係ありませんしかしシーズン2ではバランスの変更や他の部分への調整はあるのでしょうか回答についてはこれまでお話ししてきたシーズン2の主要な部分に加えてアップデートではいくつかのバランス変更や修正を行っています12個目の Q&A に関してなんですがボットの強化です 問いについてはアルファとベータを改良する予定はありますか回答として現在のところ大きな機能を追加する予定はありません性能などの調整が必要かどうかは常に評価していますが標準的な難易度以上での使用は想定していないことを覚えておいてくださいとのことです13個目の Q&A に関してなんですがオフラインモード 問いについては新しいゲームモードはオフラインでもプレイ可能ですか回答についてははいソロプレイが可能ですただしパッチを当てるにはプラットフォームに接続する必要があります14個目の Q&A に関してなんですが新しい消耗品について触れています問いに関してはラウンドの合間に物を買う場所について考えてみました 新しい消耗品の追加や新しいゲームモード専用の消耗品について考えたことはありますか回答については新しい消耗品については確かに検討していますしゲーム全体に適したものが見つかればそれを追加します現在は何もありませんだそうです15個目の Q&A に関してなんですが ps 4ででで入手できないいインテルの修正についてです問いについては PS4 で入手できないインテルは今後のアップデートで修正されますか回答についてはシーズン2のパッチにはいくつかの修正が含まれておりこれまでインテルを手に入れることができなかったり Intel の達成度や トロフィーを手に入れることができなかった人た人ちの助けになると思います。16個目の Q&A に関してなんですがポイントディフェンスでのストーリーの追加はあるのか問いに関しては防衛モードではエンジニアの構造物が見られますが伝承の追加はあるのでしょうか 回答については当社のライターはデザイナーと協力して全てのマップが伝承に根ざしたものになるようにしています我々が語るストーリーの一部だそうです17個目の Q&A についてなんですが難易度の追加に触れています問いについてはエクストリームモードとインセインモードを少しナーフすることを検討してくれませんか 回答に関しては追加の難易度オプションの可能性を検討していますがエクストリームとインセインを弱体化させる予定はありません理由があってこのような名前になっているということは追加の、まあ、今最高難易度がインセインということでそれの上のモードが、まあ、今後追加されるんじゃないかなって感じです 18個目の Q&A に関してなんですが、ホードモードでのチャレンジカードの追加に触れています。問いについては、ホードモードでのバランス調整を行う予定はありますか回答については、現在、ホードモードの難易度は全体的に満足しています。ゲームモードでのチャレンジカードの可能性を検討していますが、 既存のカードの多くはここでは全く機能しませんのでその点を考慮する必要があります19個目の Q&A についてはプレイヤーを待つ時のタイマーについて話しています問いについてはプレイヤーを待つ時のタイマーについて待ち時間を延長できるようになるなどの進展はありましたか回答については 待ち行列のタイマーに問題があるという声を聞いているのでシーズン2のパッチでは削除されるはずだそうです20個目の Q&A についてなんですがクロスプレイの無効オプションについて触れています問いについては Xbox と Windows の間のクロスプレイについてクロスプレイを無効にするオプションはありますかに対して回答については いいえ、そのようなオプションはありません21個目の Q&A についてなんですが Q&A のライブストリーミングについて触れています問いに関しては今後 Q&A のライブストリーミングを行っていただけないでしょうかで回答については確かにその可能性はありますただおっしゃる通りテキスト形式の利点は終わった後にログがすぐに見られることですし とはいえ、私たちはできる限りライブでの交流を楽しみたいと思っていますし、そのような機会が増えることを期待しています22個目の Q&A についてなんですが、シーズン2の配信日に触れています問いについてはシーズン2は何時に発売されますか回答については12月14日の発売日ですゲームパスは正午頃に配信されます その他のプラットフォームでは午前9時頃にシーズン2が配信されます今回はエイリアンファイアーチームエリートのディベロッパーの Q&A が公開されましたのでそちらについての紹介でした今後エイリアンファイアーチームエリートの情報がありましたら皆様にご紹介していきたいと思いますこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますそれではまた you <music>